上野介を撃つという計画が実行されることによってですね、非常に大きな利益を得るもの、非常に得をするものがいたんじゃないかとは考えられないでしょうかね。日本を取り囲む広大な海、そこに潜ると生き物たちの息吹が聞こえてきます。